ジャパンの最初もう5年前になるけどベネズエラと日本でやって、うん、前半に4点入れられることも問題だけどその時は国内組だけだだけけったんだけど、うん、もう目が泳いじゃっててどうしたらいいのどうしたらいいの誰も議論するやつも言い合うやつもいなかったでその年の11月にブラジルで u 1 7のワールドカップがあった17歳以下のこの年代はフランスにエンバペがいてダントツに強かったで地元ブラジルがフランスと準決勝で当たっちゃって、うん、我々関係者はこれ フランスにボロボロにやられるとブラジル地元だけどかわいそうに前半始まって15分でフランスがポポーンに手入れて何点入るんだろうってブラジルめちゃくちゃ頑張ってなんとか0ロ2で終わったわけよその後テレビに映った映像17歳以下の選手がサブもレギュラーもみんなグランド集まって手を振りかざして激論してるわけそこに監督コーチ一人もいないね後半奇跡の逆転したのブラジルではあるユースのチームに合格したっても翌週自分より上手い奴つたクビになんですよ